place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. I was just calling to see if you're free to go away with me, to run away with me. Don't tell your friends, we'll let them know we're safe later on. Skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free. ということで、午前の部が終わりましたので、お昼ご飯にしたいと思います。冷やし中華。世間はお盆ですよ、お盆。どういう画角っていうね、あれだよね。皆さんは冷やし中華とかをコンビニで買うやつって、具とかはどう処理されますか？なんかこう、丁寧によそうのか、ぐちゃっと混ぜるのか、はたまた違う方法なのか。僕は結構こんな風に車でご飯を食べることがほとんどなので、もうこうです。めんどくさい。いかに早く簡単に食べれるかっていうところに重きを置いております。もう社会人になってからずっと車で移動をする仕事ばっかりやってるので、車でご飯を食べることがもうなんか常習化していて何とも思わないんですけど、定食屋さんとかもう一人でそもそも入れないので必然的に車の中になるんですけどね。コンビニも飽きるんだよね、ずっと食べてると。で、今僕お弁当が作れなくて、なんでかっていうと規則な時間で動く仕事なので、お弁当作ってもね、車の中が灼熱になってるからと痛みそうで、決まってさ12時にご飯食べれますっていうことがないので、なんかひどいと2時半とか3時ぐらいに昼ご飯食べることもあるんですよね。そしたらね、朝作っていくら保冷剤入れてたとしたって、その時間に食べるとなればもうやばいんですよね。いきなりね、この日に今日何々持ってきてほしいとか、明日持ってきてほしいとか言われると、メーカーとか、その卸の、なんて言ったらいいのかな、倉庫に物を取りに行かなきゃいけないんですよね。それをこう予定のない隙間時間とかでやってたりするので、まあ必然的に食べようと思っても食べれなくなるみたいな現象が結構多発するんですよね。Focus, I can't bear
translucent reality.
の柚子胡椒ポン酢あえみたいな。美味しい、これ。あら、何？あこ。おっそ。開くってことは私できなくて練習中なの。クーはできる。クーはできる。そう。あ、パーが苦手だ。でもほら確実に広がってきてる。ほら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 。あ、なんかこのやつ。なんかこう足をほぐすといいらしい。あんたさ、土踏まずんとこ全然動いてないんだよね。硬いのかしら。硬いんじゃない。だから、いや、触ったじゃん、俺の前、親指のここ。すごかったじゃん。筋肉が発達してるのかなんか知らんけど。あんた全然動いてないもん、筋肉。こうなんか内側にこうしたりなんか、広げたりとか。私これできない、自分でできないからやってもらわなきゃ。やってもらわない、自分でできるから。できないよ。できます。あ、ね、パソコン持ってきてる。パソコン開いて。ちっちゃっ。だちょっと上かな。